皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。朝来まして、今日は、今日いうのがですね、今日7月26日なんですが、昨日の朝よりかなり蒸し暑いなと、ちょっと朝早めに来まして、ちょっと掃除とかですね、いろいろやることがあったもんですからやったんですが、まあ汗のかきようが昨日とはえらい違うだろうという、今日7月26日です。昨日、サル痘というのが、ついに日本に、東京の方に一人感染しておったということで、これ今からどういう動きになるのか、なんかこういう世の中騒がすようなコロナにしてもそうですが、なんかコロナとかいう名前、そして今回のサル痘のサルいう名前、こういうの聞いとったらですね、なんかそんなに大きな騒ぎになるような名前なんかの言うて一瞬思ったりしましたが、あんまりこれ以上言うと語弊があったらいけんので、この辺に押さえておきますが、皆さん重々ですね、あんまり過度な警戒というか、どん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 どういうかな、不安を煽るような、ことのないように、よくよくね、冷静にやっぱり判断していただきたいなと思っております。最近いろいろ歴史の小説とかですね、歴史も見ることが多いもんですから、そういうのを見とれば、やっぱり昔もですね、先般お話したように原喜栄さんという方が総理大臣の時にもやっぱりインフルエンザが非常に猛威を振るったと、そういう中で、国民の多く、そして、当時の、いろんな方からですね、すごい弾圧というか、誹謗中傷を受けたり、そういう中で、原喜栄さんは一生懸命されたんですが、最後にはやっぱり暗殺という、ことが起きました。本当今回のコロナも似たような状況でですね、ちょっと状況は違うと言いましても、やっぱりそういうことがやっぱり日本で起こった、どんどん不安を煽るような世の中なんですが、しかしながらそういう中でもですね、我々はやっぱり生きていかねえけ、そしてやるべきことはしていかねえけ、やっぱりそういうことで、全部が気持ちがブルーになったりグレーになったり、いろいろ確かに大変なことは大変なんですが、しかしながら地に足をしっかりつけてですね、自分でこのいう状況には、どういうふうに自分で対処ができるのか、やっぱりそういうところを冷静に見つめていきたいなと思います。幸いにも、100年前、そういう時代とは違って、今情報がすごく氾濫しておる世の中です。この葬式一つにしても、葬儀の情報というのが本当もう10年前に比べると雲泥の差があります。平成の13年14年頃にインターネットというのが、少しずつ普及した頃に、あの当時の情報量とは今はもう全く違います。今は本当に葬儀の情報でもある程度ネットで事前に確認ができる、本当当時はなかった。そういう中で、事前相談というのは当時からもありました。家族葬というのは10年前20年前からありました。直葬というのもそうです。今名前がネーミングがついただけで、そういったやっぱり誰にも知らせずに葬儀をする、いろんな事情がありました。例えば今でこそ老人ホームというと、皆さん当たり前にそこへ入られて何ともないでしょうが、私がこの業界入った頃は老人ホームに親を入れておるというのは後ろめたいというのが非常に多くの方にありました。そして病院によっては、老人、本当老人病院と言われるようなところに、親を入れておったら近所に何を言われるんだろう、やっぱりそういうこともありました。精神病院に入院されとったら、あ、これはとてもじゃないが家連れて帰れんということもありました。そういう家族内のある意味差別、そして区別というのがですね、葬儀にも見えたりしておったんです。それが今は本当家族葬とか直葬とかいう名前がついて、そういったことがもう当たり前に行われるようになった。だから誰にも知らせずに葬儀を行える、実は誰にも近所の方にも、知らせずにひっそりと行われておった葬儀というのは今日昨日始まった話じゃないんです。そういうふうに時代の変遷とともに確かに変わっておりますが、時代というのはある意味固定されたもの、それが名前がつき、ネーミングがつきというかですね、形式的なものになっていっておるだけで、一つも人間がやっておるのはデジタル社会であろうがアナログ社会であろうが、変わりはないんだなというのはですね、この葬儀の現場で葬儀者として見ておって気づくことであります。そういうふうに時代は変わるよりをいうふうに確かにあるかも分かりませんが、よくよく見ると時代というのは繰り返し、歴史は繰り返されるという言葉がありますが、
確かにそれもあるんでしょうが、でもよく考えると根っこの問題というのがやっぱり片付いていない、そういうふうに思うんです。特に最近は YouTube という多くの媒体の中から、この YouTube の中からいろんな、著作権関わりますが、昔の報道というのを振り返ってみると、日本というのは何一つ20年前と変わってないなというのは特に感じます。特にこの憲法改正とかいうのが今言われておりますが、これはもう随分昔から議論されておることであって、やっぱり今になってみると、あの当時からやっぱり同じことをずっと繰り返しておるんだなというふうに思いました。そういうことも含めて、やはり根っこの解決というのが、何事も人生生きていく中で、やはりその根本的な解決というのが上辺だけ上だけをこう見とるとやっぱりわからない。やっぱり人間生きていく中で、人間やっぱり生まれた時、やっぱり芯からしっかりしてこんと、人間の性格も形成できんというのと一緒で、やっぱりそういうことを、やっぱり根っこの解決というのはひょっとすると永遠の課題なんかなと思ってみたりしました。皆さんの置かれとる状況でいろんな不安とかやっぱり悩みとか、そういうのが多いと思います。人間というのは本当に悩みというのは尽きんじゃろうと思います。生きとる限り悩みというのは永遠の宿題でもあるかもと思います。しかしながら我々は生きとる中で、自分の経験というのをやっぱり下の世代とか、そういう家族含めて、多くの遅延有縁の方にやっぱり伝えていく責任はあると思います。自分のやっとること、自分の言うとることが正しいとは一つも思うちゃおりません。うちの会社の中でよく話すと、やっぱり社員の中にはまた言い出した、そしてまた押し付けるんだというふうに思う人もおるかもわかりません。しかしながら私は言い続けます。言い続けることによって社員おのおのが自分で考えてくれればいい、そしてもっと意見してほしい、黙って聞くだけじゃのうて、やっぱり意見、お互いが、何でもそうです。やっぱりなんでその場におるんかという、黙っておったんじゃわからんよというのは、これは会議の席でもよくあります。何のために参加しとるんか、やっぱりそうです。葬儀の打ち合わせをしておっても、私らが発することによって家族の方が疑問に思われたらこう問いかけてこられる、その結果家族の方が納得できる形というのを探ることが非常にやっぱり葬儀の中でも重要じゃないかなと思います。そういうことが 100% 私にできとるのかというと、またこれが自分じゃできとる思うでもお客さんは満足の場合もあります。しかしながらそういう中でも一日一日を大切にして、多くの人とこの葬儀を通して会える縁で、やっぱりこの家族の人はこういうふうに思っておられるんだろうというところですね、やっぱりしっかりとこっちが捉えて、やっぱり秋葬祭で葬儀をしてよかったのというふうに思っていただけるように日々考えております。そういうふうに今日もざざっとお話をしましたが、皆さんも往々にして考えていただいて、これから今日そして明日とつながっていくこの人生の中で、皆さんも真剣に考えて、やっぱり正しいのは何だろうかいうことをですね、自分で考えていただく人生を送っていただきたいなと思っております。今日の動画は以上でございます。